お、ペットボトル用意したよ。私も用意しましたけども、ちょっと新品すぎて超重たいですけども、ちょっとラベルを剥がしますね。じゃーん、持ってきましたよ。いや、私もね、秀峰さんの見てたんですけど、ちょっと きつそうですね。ここでできるかな。もうちょっと遠くした方がいいかな。いや、本当にちょっとね、ふっくらしてきてしまいましたよね。太りました。あれめっちゃきついらしいですよ。一緒に頑張りましょう。ホームジム完成しました。おー、すごい、いいですね。よし、じゃあまずは飲むか。おいしい、こうやって飲めるからいいですね。よし、やりますか。じゃあまず今日はですね、アミの服を着てます。じゃーん、アミュー、アミミンクです。上下セットで着てますよ。はい、お、だるまありがとうございます。カウントしてくれてますね、皆さん、すごい。じゃあまずは、はい、持ってきてくれた皆さん、ペットボトル持ってください。これを横に持って縦に、こっちか、横に振ります。これをですね、20秒やりますよ。オッケー、みんな準備できてますか。見えてますかね。オッケー、はい、じゃあ今から20秒やっていきますね。いっせーので、やばい、音がすごい。5秒、10秒、15秒、いけるんですけど。ペットボトルの、炭酸のペットボトル炭酸のペットボトルでやってみてください、一回。まあ結果また教えてね。はい、20秒まあやりましたね。そしたら次は縦に持って、次は横に振ります。これはバストアップらしい。これを5回すんの。コーラにしてメントス入れよう。もう違う番組企画になってるから。これ5回か、これ5回は確かにきつい。男も女もバストアップしましょう、この期間に。
これはですね、まず横に振ります。いきますか。いや、10秒あっていける気がするから30秒にしましょうね。そんなバストアップしたいんかっていう感じですね。やっぱ筋トレはちょっと効かないと意味がないので30秒に。よし、いきますね。やってる人、急に初めてやってるけど、みんなやってくれてる？10秒でしんどい？大丈夫。いきますね、じゃあ。いっせーので。5秒。ね、シュールなんですけど。10秒。ほら、全然いける。15秒。やばい、体動く。20秒。25秒。30秒。よっしゃ。ナマステって感じでしたよね。え、めっちゃ行きたくないですか？首のアイソレーション。いけました。ナマステ。やったら次は前後こうですね。30秒。え、結構いけた。じゃあ次も、次は前後にやるんですけど、これも30秒やっていきたいと思います。30秒無理？頑張ろう、一緒に。いきますね。お茶であったらわーわー、お水でやりましょう。じゃあ30秒、せーの。5秒。10秒。あ、これ結構しんどいかも。20秒。25秒。30秒。え、ペットボトル壊れへん？やばいよ。あ、肘落ちてた？いや、結構これ結構効いてます。ここがすごい効いてる。よし、私は今全然ゆるはすでやったらペコペコ。確かに肘が痛い。水もらいます。次はしんどそうですよ。これを横に持ちます。そしたら上半身を30回ひねります。これはくびれだった気がします。いきますね。そう、膝も曲げるらしい。いなくなっちゃう。でも膝曲げて、負荷を上げるんですよね、確か。膝を曲げて、もう全然見えへんな。よいしょ。むずいですね、映すの。しんどこれめっちゃしんどい。当たりそう、肘が。振った。
ったら止めるの繰り返し、膝曲げて振って止める、振って止めるってことかな。よし、じゃあ30秒いきたいと思います。一緒にやりましょう。絶対しんどいわ。いっせーの、いっせーので、言いましたけど途中、最後しんどくなってきた。腰やってないですか皆さん。私はちょっとやりかけたよ。できた？体温まってきた。よかったよかった。腰痛持ちやからやばい、それはやばい。無理せずに。はい、そしたら次は頭の後ろでペットボトルを指を下にして持ちます。でこれを上下に早く動かして20秒やりたいんですけど、20秒多分ねそんなに、もっといけそうやったら2セットぐらいやりましょう。私ここめっちゃ鍛えたいんですよ。大事。OK ですか？いきますね。じゃあ20秒一緒にやりましょう。まっすぐに、ペットボトルまっすぐに、せーので。これむず、え、むずい。合ってますか？10秒。あー20秒。ね、じゃあもう一回やります。いっせーのーで、5秒、10秒、しんど、15、あー効く。はい、あきつ。効きます。これはやばい。今日一きつい。いいですね。はい、そしたら次はもう次一番きついやつ。めっちゃ汗かいてきた。二の腕が痛い、肩痛い、わかる。連続きついですね。次はスクワットして最後に
このペットボトルを上にギュッて伸ばす。あ、やばい、こうやってしたら今ここがめっちゃ筋肉痛になりそうでした。え、どういうことや。見たけど、スクワットして上にこうってことかを15回やります。ちょ、スクワットがさ映らないね、これ。ぐらいか。オッケー。じゃあ私はこうやってスクワットした時に、あ、待って、これ以上下がったらめっちゃしんどいわ。見切れるまでやろうと思ったんですけど、見切れるまでやったらだいぶしんどいけど、配信でもね、ダンサブルもっと腰を落とせみたいなスタッフさんが言ってるのを見たので頑張りたいと思います。消えますね一旦。これをじゃあ15回やっていきます。皆さんも準備 OK ですか。横に持ってスクワットしたいって、上に行ったら上げるを15回。 OK、 よし、ほな行きましょうか。お腹空いてきた。じゃあ行きますね。1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、うい、できた。はあ、しんど。消えてました、ちゃんと。15秒いきましたわ。15秒じゃない、15回。きつそうね、めっちゃ笑顔なんか画面に映る自分がおもろくて笑っちゃった。そう、まだまだいけるかも。あ、30回。じゃあ第2ラウンド。まだまだいけるっていう人もいるんで、じゃあ第2ラウンドいきましょう。よーし、マスクは、お、やばいやばいやばい、凍れるかと思った。スクワットは膝が足より前に出たらダメらしいですよ。膝痛めちゃうらしい。だからそれ気をつけてね。よし、じゃあ行きます。よし、よーい、スタート。1、おー待って、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15。ちゃんと数えてた？数えれてたかな？これさ、今見に来た人びっくりしますよね、きっと。今ペットボトルで筋トレをしてます。どうですか？
第3ラウンドできる人。もうすごい。じゃあはい、ラスト。じゃあラストは20回にしましょうね。おお、やばいやばい。じゃあいきますね。いっせーので、3回目のもう5回目ぐらいから太ももがあのすごい使われてる感じがしてます。負荷軽減タイム、そんな感じでやってきましたけども、結構動けますね。体力やっぱりあるわ、よかった。はい、中宝さんに教えていただいたやつはもうこれで終了なんですけども、まあこっからですね、このウーカとお家で体を動かそうショールームの楽しいところはここからですよ。これを音楽に合わせてやっていきたいんですけども、今日の音楽はさあ何でしょう。今日はあれが多かったドリアン少年にしたいと思います。ドリアン少年はあのサビの振りも簡単なので、皆さんもきっと一緒に踊ってくれるかなと、踊れるかなと思うんですけども、じゃあこの教えてもらったトレーニングをしつつ、サビも皆さんには一緒に踊ってもらうという企画です。 OK? サビもペットボトル持つ、確かに。サビはペットボトル置きましょうか。マイク代わりにずっと持っててくれてもいいですよ。はい、じゃあサビいきますね。皆さんついてきてくださいね。まず右手を前に出します。で左手は胸の前でこうですね、たら下上下上を3、4回、ピラ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 ってしたら、次はあの右に、あ、太もも、やば、え、待って、めっちゃ太もも効いてるんですけど、すごい、ちょっとストレッチ入ります。
すごい、あ、これドリアンにぴったりかもしれないですね。追い込み、サビが追い込みに。わあ、すごい。聞いてる。待って。やばい。あれみたい、低周波治療器つけた時のあの筋肉がキューってなる感じが今になってちょっと。え、来てない？皆さん来てません？すごいよ。太ももやばい。使ってないからですね。来ましたね。効いてますね、さすが。はい、ということで、どこまでいったっけ？あ、ピラピラを4回やったら、右に、あの、今足ではですね、左足が右にかかっている状態です。まあ、とりあえず右に体重をかけてください。右、左、右、あっ待って、片足になった瞬間やばい。こんなすぐ効果出るもん。はい、これを4回やったら、次は手を下にピラピラってしながら、右、左、これも右、左になりますね。1,2,3,4。え、ちょっと待って。はい、右左でちょっと前に出たら、あとはトン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 って4回ジャンプしてね。イエイ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 。はい、これで1回目のサビが終わりです。でもう1回下から、あ、ピロピローね。はい、下ピロー、上ピロー、下ピロー、上ピロー、右、左、右、あ、違う、右、左、これ3回ですね。はい、3回やったら、右、左で、ジャンプ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 、イエイ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 ってやったら、右肩から前に出して、1,2,3,4、ドリアン少年です。ピロピロ大発生です。カレンタンの、カレンタンのピロピロいっぱいしてください。OK ですか？サビ OK ですか？これで覚えれたらほんまに7期生で入ってきてほんと即戦力です。振り覚え超早い。オッケーですって、ほんまにオッケーですか？すごいな、すごいですね、ここの視聴者の皆さんは。いけますね。 NMB も将来が、未来が明るいということですかね。サビだけ即戦力。サビは絶対みんな踊るんでね、大事な能力ですよ。イヤホン、イヤホン、あれ、イヤホンどこ行った？イヤホン、イヤホン、あった。振りコピおじさん、よし。ラテ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 、踊ってほしいな。それは YouTube 見てください。順番どうしよっかな。結構あのドリアン少年はイントロも結構長いんですよ。だからイントロはじゃあペットボトルを横に持って振ります。で A メロの半分はペットボトルを縦に持って横に振る、で半分は前後で、で B メロはずっとひねるやつをやりますね。ほんでサビは
こうやってさっき教えたサビをやります。まあ感想とかアウトロは自由。はい自由ですよ。そんな感じですね。で2番はそうやな、私がさっき何回も言ってたこのフレやつを A メロでやって、 B メロはスクワットの下から上に上げるやつやって、もう一回サビします。サビがね結構長いんで、どうしよっかな。まあ自由ですよし、いけるいける。ちょっとねスクワット不安ですね。もうすでにあの太ももに来てますから。よいしょ。だいぶこれは運動になるんじゃないでしょうか。よし頑張るぞ。みんなも頑張ってね。カラオケ、ドリアン少年お、ありましたね。頑張れもん、頑張りましょう。よし、まあ、皆さん掛け声も忘れずに。ちょっと待って、これイヤホンに当たってちょっと取れへんかな、それがちょっと怖いですけども。そうですね、はい、それでは聞いてください、ドリアン少年。
ートの後のサビはきつすぎる。同じくしんどかった。どうですか、いい運動になりましたか。もうコールも完璧やし、さすがドリアン少年、完璧です。踊れますね。じゃあいつ NMB のライブがあっても、もうこれから夏の季節ですからいいですね。めっちゃ家族に笑われてます。いいじゃないですか、今の期間あんま笑うことなんかねなくなってませんか。笑えるって素敵。スクワットとBメロのリズム合ってた、ほんまに思いました。おーふーのリズムといっぱいでし、いっぱいでしたねじゃなくてバッチシでしたよねはい、今日も楽しくみんなと体を動かせたぞー。うなきせいけますよ。皆さんストレッチもしてくださいね。あ、明日はあのですね、 YouTube チャンネルの方で人狼があります。イエーイ。そうなんですよ、ついにオンラインで人狼をやる時代が来ました。私はいつもすぐにね追放されてしまい、いなくなるので、もうねこのオンラインでは絶対負けないぞという、今から気合を入れております。村娘頑張ります。7時からね。追放されてさ、お家でさみんなの見とくって一番虚しいと思うんですよね。もうそれほんまただの視聴者やもんねムラ娘ですから。前の人狼の時は私あのスタッフさんにあの忘れられてたんですよ。そうなんです。でそれをスタッフさんに言ったら、あ、村娘入れてたと思ってたのにって言われてしまったんで、今回はちゃんと覚えてくれててよかったと思っております。はいそうなんですよ。あ、努力のおすじ族見たよ、ありがとうございます。ダンサブル、ダンサブルの YouTube ですね。村娘の逆襲、おーすごいいいですね、そのタイトル。 YouTube 見たよ、ありがとうございます。感想のダンスかっこよすぎる。おー、あそこですよね。そうなんですよ。もうねあそこをどんだけ綺麗にするかで毎回ね、もう結構今回 NG シーン NG テイクが多くて、で誰やったっけな、ゆうちゃんかながちょっとねあそこを一回間違えてチェックして、でなんかみんなからおい間違えんなよっていうブーイングがありましたが、無事あのすごい揃ってるっていうのが撮れました。めっちゃ気合い入れたところなんで、千手観音見てください。そうなんですよ、ごまかしきれてなかったですね。もう今劇場公演もあんまりないので、なんかダンサブルの動画を見てちょっとでもなんかね、あー公演なんていうんですか、劇場のことを忘れないでいてください私たちもあれ見るたびに劇場立ちたいと思うけど、
だってだってだってのフリーでやってほしい。難しいですよ。だってだってだって超早いし。ぜひね、ダンサブルーの動画おうち時間でいっぱい見てくださいね。いや、いっぱい体を動かしたわ。よし、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。はい、13位みょーいさん、ありがとうございます。12位スノーマンさん、お、ココナ、ありがとうございます。11位ガンス、永遠のガンスオチ B2 推しさん、ありがとうございます。嬉しい。10位のぶさん、ありがとうございます。9位おかゆっこさん、ありがとうございます。8位ウーリムカーさん、ありがとうございます。7位オレンジの新製品さん、ありがとうございます。6位大工さん、ありがとうございます。5位ゆたかさん、ありがとうございます。4位チョコちゃん、ありがとうございます。3位ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございます。2位まさゆうさん、ありがとうございます。1位ダン吉さん、ありがとうございます。ギフトも大工さん、小師匠さん、トシさん、ゆたかさん、スノーマンさん、オレンジの新製品さん、あとウーリムカウさん、のりぼうさんなどなど、まさゆうさん、さとまるさん、おかゆっこさん、チョコちゃん、あついさん、なんだこれ、頑張った賞みたいなの来てますね。嬉しい、ありがとうございます。ほんならまた明日 YouTube の生配信で会いましょう。わ、すごい、ハワーくんや、みんな。よし、スクショしよう。スクショどうしようかな。ペットボトル持ってスクショできるかな。指が映っちゃうんだよね。はい、いきますよ。はい、チーズ。お、できたかな。スクショタイムしましょう。イエーイ。すごい、乗った乗ったよ。はいはい、今撮ったやつまた送ってください。スクショだより。はい、それではまた明日も会いましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい。